上海ディズニーランドホテルは、上海ディズニーリゾート内にある、大型のオフィシャルディズニーホテル。上海ディズニーランドホテル内のロビーが増2016年6月16日と、上海ディズニーランドなどを構成している上海、ディズニーリゾートや、同類のホテル、トイストーリーホテルと同日にオープンされた。略称は、SHDLH。 上海ディズニーランドホテルの客数は420室がある。上海ディズニーランドホテル宿泊者は、上海ディズニーリゾート内の大型ショッピング施設、ディズニータウンにある宿泊者専用入場ゲートから、直接的に優先入場ができる時もある。世界のディズニーパークで同類のディズニーランドホテルは、ルミエールキッチンは、人気ディズニーキャラクターと会えるので写真撮影や、 サインなどももらえる。また、レストランの場所は、地下1階にある。ディズニー映画、美女と野獣内に、ルミエールがいる、ブッフェレストラン内をモデルにしている。レストラン、オーロラは、上海ディズニーランドホテル内の最上階にある、レストランである。基本的な値段は、上海ディズニーランドホテルの中で最も高い。ディズニー映画、眠れる森の美女内に登場する。 オーロラをモデルにしている。バッカスラウンジはスナック、バー専門レストランとなっている。また、23時30分にラストオーダーと夜遅くまで開いているためで、主に上海ディズニーランドやディズニーリゾート周辺で遊び、観光等に終わった後に使用される。モデルはなく、ディズニー映画、ファンタジア9のバッカスという名を使用している。バレエカフェは主に 上海ディズニーランドやディズニーリゾート周辺、チェックイン、アウト際に使われる軽食専門レストランとなっている。また、バレエカフェ内のキャストに頼めば持ち帰りも可能である。ディズニー映画、ファンタジアの字の踊りの場面をモデルにしている。ソーサラースイートマジックキングダムスイートクラブレベル、デラックスパークビューデラックスガーデンビュー。 デラックスレークビューチェックアウトの時間は午前11時までとなっている。チェックアウト後も荷物をベルデスクに預けることができる。ありがとうございます。